はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日もこちらのカフェでございます。カフェなんですが、トーストが、昨日も食べて、大変美味しかったのでまた行ってみたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。それで行ってきます。もずく超美味しかった。そうめんだよ。でもあれもずくがうまかった。
トッピング、あの木島春樹がやってたんで私も真似してみたんですけど最高でした、ね、最高でございました。で、オリーブ本当おすすめなんですけど、あのグラタンっていうのがちょっと別であって、それ食べてみたかったんで連発して食べたんですけど、グラタンもマジいいですね。マジでいいです。メニューがもしかしたら変わっちゃうかもしれないですけど、オリーブは、おやつっていうか軽めのでも食べれるし、ちょっとお腹空いてなみたいな時にはグラタンもぜひ行っていただけます。はい、なんか誰もいなくなっちゃったな、すごい。で、宿泊なんでその連日食べてるかっていうと、あの泊まったんですよ。で、ここ上が宿になってて、宿泊のお客さんそのまま朝ごはん食べたりとか、しかも島の人が食べに来て、その島の人と、交流できたりとかみたいなのもできます。あと、とにかくおしゃれ、とにかくおしゃれで大人気で、朝からめちゃくちゃ混んでたんで、ちょっと来るときは入れるか分かんないですけど、ぜひ来てみていただければなと思います。いつも大変美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございました。また明日。